お前は何をしていたのだ。美人は怒ると怖いな。何をしていたと言われましても、呼び出しに応じて相談を受けておりました。なぜあの男はあんな格好をしていた。やましいことはありません。じっくり見ていただけです。じっくり見ていたのか。はい、見ていただけです。何のために。何のためと言われましても、好みの体か調べるには実物を確認するのが一番でしょう。好みの体だと。はい、見た目は人間の一要素に過ぎませんが、好みであるに越したことはないので、最後に一番大切な部分を確認して、今後どう姉ちゃんに訴えかけようか考えていたのだが。それで、あの男の見た目はどうだったのだ。実に均整の取れた肉体でした。毎日訓練を欠かさない真面目な方だと見受けられ、武官の中でもかなり腕が立つ方ではないでしょうか。ん？お前は人の体つきでどんな人間かわかるのか。生活習慣は体に如実に現れます。薬屋をやっていると自分のことを語らぬ客もいるので、嫌でも会得します。私の体を見ても同じようにわかるか。は？もしかして李白様に嫉妬しているのか。なんという男だ。自分の方が綺麗だと誇示したいなんて。美しい体なのは知っている。実際意外なほど引き締まっていたし。でも人種様の体を見たところで何の意味もありません。残念ながら人種様は私の姉とは合わないと思いますので。は？